どうもバルコンです。ちょっと思ってた以上に動画がなかなか撮れなくて、結局1ヶ月くらい間が空いちゃったんですけど、今回はヒグラシとかウミネコとかホタルビとかみたいなコロニシリーズ最新作「恋愛ハーレムゲーム終了」のお知らせが来る頃に、なんかもうコロニーをつけたら何でもありなのかっていう感じがしますけど、まあ、それを置いといて、こういう可愛いヒロインがいっぱい出てくる恋愛ハーレムものの作品は僕普段読まないんですけど、これは恋愛デスゲームっていうジャンルで、で、作者の龍騎士07さんって結構有名な方なんで、そんな方が今更ごく普通のありふれたデスゲームものを書くかなって思ったんで、ちょっと買ってみたんですよね。で、個人的な感想としては、思ってた以上に、これ、面白かったです。なんか、想像してたのとはだいぶ違ってました。まずストーリーは悪魔の能力で主人公がハーレムになって、最終的にはその中の一人と結ばれることになるっていう、そういうゲームが悪魔の力によって始まるんですね。で、そのヒロインたちは主人公自身が学校の中で気になってる女子の中から何人か選ばれるんですけど、それ以外のルールとかゲームの進行とかは全部悪魔が決めるんですよ。だから主人公は知らないんですけど、実は最後に主人公と結ばれることになるヒロイン以外のヒロインは死ぬっていうルールになってるんですよね。で、ヒロインたちは主人公の好感度を上げていかないといけないんですけど、そっからが結構サスペンスになってて、この表紙に載ってるこの女の子が、全員で生き残る方法がないかとか、主人公に媚びなくて済む方法はないかとかいうのを、試行錯誤しながらいろいろ作戦を練っていくんですね。その駆け引きが結構サスペンスというか心理戦になってるっていう。普通こういうのって男の視点で書かれますけど、この漫画はヒロインの視点でずっと書いてあって、むしろこの表紙の女の子が主人公になってます。他にも何人かヒロインがいるんですけど、他のヒロインは正直引き立て役みたいな感じになってますね。そういうところがなんか普通と違う感じで面白かったです。まあこれ男の方はやったハーレムだっていう感じですけど、でもヒロインたちからしたら命かかってるし、本当いい迷惑ですよね。これオチがよくあるオチにならないかっていうのがちょっと心配ではあるんですけど、よかったらぜひ読んでみてください。ヒロインは一番人気のある優しい感じのヒロインと、金髪でスタイル抜群のヒロインと、まあロリ系のキャラクター、あと表紙のこの漫画の主人公っぽいキャラクターのこの女の子ですね。で、あとこの借眼のシャナみたいなキャラクターがこのゲームを始めた悪魔になってます。まあそんな感じで、あと最後に前回の動画でアニメのレビューをするって言ったんですけど、ちょっと遅くなったんで、もしかしたらもうアニメのレビューはしないで、普通に次も漫画紹介にするかもしんないです。今結構な量を紹介したい漫画が溜まってるんですよね。ということで、バルコンが次の動画をアップロードする頃にまたお会いしましょう。今回は恋愛ハーレムゲーム終了のお知らせが来る頃にでした。